それではこんにちは。今日も楽しく T7 で、ツーリングしたいと思います。バイク乗るまでちょっと暑かったですけど、こうやって走ってたら気持ちいいね。今日の目的地はですね、鶴林寺、お寺さんですね、鶴林寺にちょっと行ってみようかなと。それもこちらのね、鴨谷の方から上がっていく道で鶴林寺行ってみようかなと思っています。はい、ということでよろしくお願いします。ここを右へ行くと鶴林寺ということなんで、ちょっとそちら行ってみます。この前ここへ来た時はカブで来たの覚えるな。だいぶ上がってきたみたいな、これ。ここ左へ行ったら鶴林寺なんか。なかなか急いな。これは、わあ、まだこうなるんか。なかなかこうワイルドだよ、これ本当に。
んか一挙にぐわーっと上がってきたな。止めようかな。あそこ。ありがとうございます。ここからは車両通行止めなので歩いていきたいと思います。おつるさんはでも私もなんか久しぶりやな、これほんまに。子供の時は逆にねそれなりに来てたんですけど、四国二十番霊場ですね、別格本山確認してください。つい久しぶりやな、これ。実際問題として。子供の時はね、夏休みにここへ来て、五重の塔の写生したりね、そんなことしてたんですけど、この右側がこれね、塔があって、ここの前がこれが本堂みたいですね。この塔は三重の塔だったんか、そうだったんか。この絵をね下から描きました。これが本堂ですね。この上何だったっけな、特に何でもなかったんかな。ここにはお堂があるんやな。ああ、なるほど。なかなか綺麗なとこやね。ちょうどこういうふうに雨が降ってるので、雨が降ってるっていうか雨が降った後なんで、ちょっと下がね滑るんじゃないかと思ってちょっと心配ですけどね。あ、これが三重の塔ですよね。素晴らしいですね、これ。これね。これはすごいですね。あ、どっから写真、絵描いたんだったかな、どこに座って。もうだいぶ忘れてしまったな。こういう感じだったかな、腕ないと。あんまり描けんもんな、ここぐらいの形からでないとな。この辺のこう杉も強くいな。大師堂も行ってこうか。これなかなかこれ大変やで、降りていくのもなんとなく。なかなか道厳しいよね、これ。今が2時38分か。まあ、ちょうど帰るのにはいい感じやね。
確林寺も久しぶりだけど、やっぱりええとこやな。だいぶ降りてきましたが、今回はね、降りる方は桂の方に降りることにしました。おお、こりゃまたでかい石。桂のだいぶ下まで降りてきました。道の駅でも寄ってちょっとお茶でもこうてのも喉渇いた。あ、向こうがだいぶ青空が見えてきとんな。それではこれでですね、今日の、ツーリングは終わりたいと思います。なかなかね、鶴林寺、20番札所鶴林寺最近というか長くて行ってなかったんですけど、まあ久しぶりに行ってね、お参りすることもできました。まあ、よかったですね。いいとこですよね。落ち着いた綺麗なとこです。はい、ということで今日もこの辺でお別れしたいと思います。